コケシノブカは小型のごく薄い葉を持つシダ植物の一群である。コケシノブカはシダ植物門に属するシダの一群で独特の外見を持つ。大部分は小型で日本本土で見かけるものは長い匍匐形を持っており、湿潤な岩や樹皮に着生する。葉はごく薄くほとんど半透明で乾燥すると丸々。木陰でコケと混じって、 岩面を覆っているのを見かけることが多い。英語では、葉の形状からフィルミーファーンズ、つまり、フィルム状の死だと呼ばれ、イングランドの中核的植物園である、キューガーデンにはこの仲間の実を、保存栽培及び展示している温室が備えられている。葉が薄く見えるのは、養診の細胞層が一層からなっているためである。そのため、気候や細胞間劇といった一般の葉にあるような、 構造はない。そもそもこうした組織構造は表裏両面を表皮に包まれた多層構造の歯において内側の葉肉にある光合成組織に向けて効率的に大気中の二酸化炭素を拡散させる必要性から進化してきたものでそうした多層構造を持った光合成組織を創出した小消の部下植物にとって必要性を欠いているわけである。また 胞子の部群の形も変わっていて、多くのシダ類のように葉の裏ではなく、葉脈の先端、葉の縁にあり、種によってはそこから葉の表面側に出る。包み膜は2枚の弁に包まれた形やコップ型と、これも特殊である。茎は、日本本土のものでは長く補服するものが多いが、必ずしもそうとは限らず、ごく短く這うもの、短く直立するものなど、様々である。いずれにせよ、 大抵分けを生やしている。葉は大小様々で小さいものでは丸い単葉のものもある。大きいものは大抵細かく分かれ、五回右上複葉などというのもある。傭兵は細くて木質化して硬い。また、茎との間に関節がない。配偶体たる全葉体はシだ植物に広く見られるハート型の構造を取らず分岐を繰り返す糸状からリボン状で 非常に成長が遅いことが知られている。世界の主に熱帯域を中心に分布する。世界で約600種が知られ、日本では30種ほどが知られている。戦術のように特殊な点が多い軍である。法師の軍が葉の縁に出る点などから高原美化に近いとも言われる。しかし、他の死だるいとの類縁関係については定説がない。いずれにせよ、 熱帯雨林を中心に着生植物などの方向へ進化して大きく分化した群であると言われる。熱帯と南半球を中心に約600種が知られる。分類には定説がなく2かに分ける説もある。族の分類も8族から30族以上に分ける説まである。ここでは大きくまとめる方に従う。日本では4族30種が知られるが2族は 南西諸島からのみ、それ以外でも南西諸島以南に広く分布するものが多い。いかに代表的なもののみを挙げる。こけしの部下ハイミナフィロジー。ありがとうございます。